なたの心にいるハート飛行士日本一ジッポージークイルハートだよ。はい、今回はですね、久しぶりのイルハートも何をするかいかわかりませんということでね、まあなんて言うんですかね、まあ1年間ねやってきたらもう私も皆様もねお別れだと思うんですけれどもね、まあ何も期待できないっていうかなんかスタッフ曰く1年間温めておきましたみたいな回らしいんですけど、今回はえ、待って、これはないでしょ。なんで今さら、待って、1年ですよ。今やったらなんか、なんていうの、乗り遅れ感が尋常じゃねえ。なんて言うんでしょう、なんか周知とは違う何かを超越したこの気持ちいやでもね、やっぱり1年経ってねどうなのかなって思ったんですよ。正直やっぱいろんなさ VTuber の友達がやってるのとかも見てたし、なんかね個人的にね家でね一人でねキズナーイってやってたりもしたんでどうなのかなって思ったんですけど、やっぱねやってみるとね楽しいし、愛ちゃんはねさすが大先輩だなって思いました。いやーこれはかわいい。キズナーイちゃんの好きなところ、思うところ、好きなところですか。顔面あとはね、なんていうの、髪の毛のねふわふわ感とかね、あの表情がね豊かなところとかがねめちゃめちゃ好きです。あとはね最近で言うと、あのエルハートねバーチャリアルっていうイベントにね出させてもらったんですけれども、その時にね歌う VTuber だけじゃなくって DJ さんのねコーナーもあったんですよ。でそこでまあその場にいないね VTuber さんのこうオリジナル楽曲とかをもうなんかチュク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 ってなんて言うんですか、あの DJ のやつをやってたんですけど、やっぱね会場にいた人はわかると思うんですけど、もうその時点でめちゃめちゃ盛り上がってたんですよ。めっちゃ盛り上がってたんだけど、愛ちゃん先輩のハローモーニングが流れた瞬間ブワーってなんかもうライトとかブワーみたいな感じで、すっでもそれまでよりももっともっと盛り上がってて、やっぱりこの人は VTuber の親分なんだなーってね、すごいねなんか感動したのとテンションが上がったのはねすごく覚えてます。そんな感じですかね。なんか好きなところとかはねいっぱいあるんで、またね今度生放送とかでキズナ愛ちゃん先輩限界語り放送みたいなやつをねやりたいと思います。そんな感じですかね。はい